こんにちは、芸能ダイヤです。昨年11月にジャニーズ事務所を退所し、現在は 2B の看板タレントであるナンバーアイの平野翔さん。彼が主演を務めた昨年10月期ドラマ「クロサギ」の続編が制作される可能性が浮上し、ネット上で多くの平野ファンが反応しています。2006年4月期に山下智久さん主演作として初ドラマ化された「クロサギ」は8年に映画化もされています。そして昨年、テレビドラマのリブート作品として平野版が放送され、全話平均視聴率 7.4% を記録し健闘しました。この最終回のラストでは、黒崎の旅は続くと続編をほのめかすような文字が登場したのですが、第3話放送日の昨年11月4日に平野さんが岸優太さん、神宮寺優太さんと共にキンプリを脱退することを電撃発表していました。そのため当時のネット上では、続編に匂わせてたけど、翔くんジャニーズ事務所辞めちゃったら主演続行は無理でしょと諦めムードのファンも見られていました。しかし去年10月発売の女性自身は、 TBS 内でクロサギの続編を制作しようという動きがあると報道。加えて初代クロサギの山下さんをスペシャルゲストとして登場させる案も出ているといいます。この報道を受け、ネット上では翔くんのクロサギがまたこんなに早く見られるかもしれないなんて、楽しみすぎる、今ならありえるね、ジャニーズ事務所はもうやめジャニを邪魔できないだろうしと続編を期待する声が続出していました。2022年10月21日から TBS 系列で放送された平野さん主演のドラマ「クロサギ2022」ですが、人気のうちに終了しました。そのため動画配信サイトでも未だに放送中でもあるようです。山下さん主演の時は2年後に映画化されましたが、今回はどうなるのでしょう。クロサギに続編があるとしたらいつからなのか、地上波チャンネルや曜日なども気になるところですね。通常ドラマの続編は1から2年を要します。山下さん主演の時は映画が2年後ということも考えると、やはり2年後くらいとなりそうですね。さらにTBS が新たな制作会社ザセブンを立ち上げ、総工費20億円の新スタジオを去年12月に建設しました。その新スタジオで撮影が予定されているとの話もありますので、そうなると制作開始は最短で2024年春、放送は2024年冬となりそうです。そのためクロサギ2続編は2025年1月からの冬ドラの可能性が高いですね。クロサギとクロサギ2022の違いは、原作漫画のシリーズ1クロサギをもとに制作されているのがクロサギであり、原作漫画のシリーズ1から3までをもとに制作されているのがクロサギ2022となっています。なのでクロサギ2022はリメイクというよりはリメイク続編といった要素が強いですね。2006年版で脚本を務めた篠崎恵理子さんが本作でも脚本を担当ということで、似たような作品になるのかと思いましたが、雰囲気はだいぶ違いました。キャストも違うので、平野さんのクロサギも前作を見たことがない方でも楽しめたのではないでしょうか。原作は同名の漫画ということなので、漫画のどこまでが放送され、どこから放送されるのかも気になりますよね。2006年のクロサギもクロサギ2022シーズン1もTBS 系列で金曜日の10時から放送されているだけに、続編があるとしたら同様に金曜10時のドラマ枠が候補として推察されます。2006年版のクロサギは原作のクロサギから構成されていましたが、クロサギ2022シーズン1においては原作のクロサギおよび新クロサギからランダムに選択されているだけに、続編がどうなるのかは難しいですね。しかし2006年と2022年を総合すると、もしかすると原作の新クロサギから選ばれるかもしれませんね。今後の発表に注目が集まります。クロサギの続編に期待がかかる平野さんですが、過去には石井康晴監督からこんな言葉をもらっていました。クランクインから4ヶ月余り、気がつくとみんなが平野翔を大好きになっている。金曜ドラマ「クロサギ」の現場にはそういうスタッフしかいません。
これがすごいのです」と語り、スタッフ全員がショーに夢中なのです。僕は花の千晴というドラマでショーと4年前に出会いました。初めて会った日のことは今でもよく覚えています。圧倒的に花のある人物でした。圧倒的に主役感のある男でした。監督の僕もプロデューサーも瞬殺で彼が大好きになりました。4年ぶりの今回、クロサギと向き合う彼も素晴らしかった。彼は全力を尽くしたし、僕も夢中で仕事をしました。54歳のおっさんが25歳の若者にたくさん学ばせてもらいました。ショーのここから先が楽しみでしかないし、またご一緒できる日を夢見ています。彼は最高最強のエンターテイナーです」と平野さんをベタ褒めしていた石井監督でした。そんな平野さんの演技力についてネットの意見をまとめてみました。平野紫耀の演技力は世間では一体どのように評価されているのでしょうか。中学生の頃から名古屋のローカル男性ユニットとして活動していた平野さんですが、ジャニーズを担当している振付師のレッスン受講をきっかけに紹介という形でジャニーズ事務所に入所、関西ジャニーズジュニアやいくつかのユニットを経て2018年にキング&プリンスとして CD デビューしました。俳優としては NHK の中学生日記でデビュー、ドラマ未満警察ミッドナイトランナーや映画かぐや様は告らせたいでは主演も務めています。ドラマクロサギではベテランの俳優が多く出演していますが、その中でも劣ることなく平野さんの演技を視聴者に見せることができているという評価がありました。またジャニーズの先輩にあたる山下さんが演じた同じ役を平野さんが演じるということでプレッシャーが少なからずあるのではないかと思いましたが、山下智久より演技が上手といった評価も多く上がっています。平野さんにとってクロサギは代表作になるのではないかと思います。ドラマ「クロサギ」ではマフィアと対決したり、ドキドキハラハラするシーンが多くあります。そのようなシーンで俳優の演技がうまくないと視聴者に感情が伝わらないため台無しになってしまいます。しかし平野さんは迫真の演技がすごいという声がたくさんありました。こちらまで緊迫感が伝わってきて見ていてとても楽しめるドラマでしたね。泣く演技を見るとこちらまで悲しくなったり、怒る演技を見ると怖くて本当に怒っているように感じられたりと、平野さんの本気の演技がとても伝わってきます。またセリフがなくても表情だけで感情が伝わる表現力が高いという評価もありました。表情の演技に含まれますが、目の演技がうまいという評価も多いようです。目の演技とは動揺する目、怒っている時の目、悲しい時の目、さまざまな感情を目でも表現できているということで視聴者の心をつかんでいるようです。さらに平野さんは演技はうまいし、かっこいいし、声もいいし、バラエティ番組でも活躍できるしなどなど何でもできるという評価もありました。ファンがそう言ってるだけなのではと思いがちですが、ネット上ではファンではない男性の方も平野さんを絶賛していたので、男女問わずいろいろな年代の方に好かれる俳優なのだと思います。評価されている部分は歌手、俳優、タレントにとどまらず今後の活動にぜひ生かしてほしいですね。また特別ファンではない視聴者からの演技力がすごいといった声もネット上には上がっています。もともと好きではないのに演技力を見て好きになるというのは平野さんの演技力がそうさせたのでしょう。ファンだけに限らず視聴者に見せる力のある平野さんはやはり演技力が高いようです。クロサギの演技を見た方からもっと平野さんの演技をたくさん見たいという声がたくさんあり、これからもっと他の作品にも出演して代表作を増やしていってほしいですね。今後の平野さんの動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。